今、山駅は、大分県日田市、大和座夜明けにある、九州旅客鉄道日田彦山線の駅である。当駅が、福岡近郊区間の末端である。大分県内の福岡近郊区間の駅は、当駅と隣の大鶴駅の二駅のみである。2017年7月5日の九州北部豪雨で、大きな被害を受け休止中である。以下、突起ない限り、被災前の状況を記す。 単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、島式ホーム一面二線であった。国鉄時代の木造駅舎は、無人化後も残され、地元の集会所として利用されていた。しかし、JR 移管後に取り壊されて、現在では、ホーム上に待合所があるのみである。無人駅となっている。1965年度には、乗車人員が66,815人。 校舎人員が65,501人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2013年度の乗車人員は4,823人、校舎人員は4,376人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。周辺は、小さな集落である。 ありがとうございます。